第7芸術劇場は、大阪府大阪市淀川区13にある映画館。通称は7芸。リッチョットカニュードが、映画は7番目の芸術であると定義したのが、名称の由来である。1946年、前身となる映画館、13劇場、13朝膝が、設立された。1957年時点では、朝日座は、大英の風切り館であり、 大英朝日座と名乗っていた。1972年には13劇場と朝日座を解体され、総合レジャービル、サンポードシティが完成。映画館、13シネマが開館。1984年には13シネマがサンポードアップルシアターに改称され、主に小畜系の作品を中心に上映した。1991年には劇映画、アースを制作。 1993年にはサンポードアップルシアターが閉館し、劇場を流用する形で第7芸術劇場が開館。開館から3年ほどはシネカノン作品を多く上映していた。1999年には経営悪化で休館したが、2002年に組織体制を一新して第7芸術劇場が開館。2005年9月には一旦休館したが、 2005年12月、映画ファンと地元商店街による市民出資型映画館として第7芸術劇場が開館。この頃から島フィルムの代表を務める島都樹が役員として関わっている。2011年4月に NPO 法人淀川文化創造館が散歩都市機ビル5階に開館した映画館。2016年1月に NPO 法人淀川文化創造館を解散し、株式会社淀川文化創造館を設立した。ありがとうございます。